FGO アニメ化だったね。ということでエクステラの発売記念キャンペーンが始まりましたと、9日までと。そうそう、エミヤのアンリミテッドブレイドワークスの演出がリニューアルと。アルテラさん欲しいな。アルテラの幕間ホーグが、うん、強化できると。エミヤのホーグ強化の幕間やってねえな。で、発売記念クエストがあって、これも9日までか。記念魔術霊像、お、あの学校じゃないですかとある平行世界にあるというある学園の制服を模した魔術霊像ゲットしとかないと。これも9日までか。エクステラチケットがプレゼントボックスに。へえ。AM4 時以降だからまだだね。今ね、AM0 時19分。あれですよ、ちゃんとね、4のマラソンやったぜ。しばらく 0% のままだったと。あー、どれがいいんだろうね。無名。なんか無名とエミヤって一応違うらしいね。なんだろう、世界線が違う平行世界の人、なんて説明したらいいんだろう。俺エクステラちゃんと見てないからな。で、まあ、なんか番組内で発表されたらしいね。 FGO アニメ化と。お、キャンペーン報酬を上記期間に。お、じゃあ今これから遊んでる人はいろいろもらえますね。ガチャチケンももらえる。で、ピックアップ召喚と。アルテラ出るかな。あ、ドレイクとかいる。ちょっとやっとこう。これも9日までと。そんなガチャ情報が書いてありつつのって感じかな。ぴゃぴゃぴゃーと見ていくと、うん、そんな感じなので。でもって、ハロウィンイベントは全部終わりました。アイテム交換だけは忘れずにね。お、せっかく頑張って集めたのに損しちゃうわよ。ちゃんとね、忘れずに交換しておきましょうっていうエリちゃんのメッセージで。なー、なんだろう、重要なものはもう集めきったんだけども、こういう素材系とかがね、取りきれなかったな。間に合わなかった。イベントとかでできなかった日もあるし。じゃあ60、ちょうどね、これが少ないしから少ないから、ブラッドな涙石累積取っときましょうか。はい、おしまいと。で、まだこの1枚だけ交換可能ってやつはできないですね。ずっと奥まで退屈してたんだ。話し相手になってくれるか。押しっぱなしでなんか見れるか。見れないか。迷うな。でだ、まずは、あ、今の見ても分かる通りクリアはしましたと。全ステージやり終わった。やり終わってからがスタートっていう話もあるけども、じゃあまずは札を使いましょうか。イデオ単発シーン、10連では出ないけど単発で出るって多いからな、みんな。ちなみにね、11月分の予備符は全部交換しちゃった。マナプリズムのやつで、ボーナスかなんかでもらってた1枚合わせて6枚やって、で、ハロウィンの方でクレオパトラ出ないかなと思って3回ほどお札で回しました。しかし大したものは出なかった。星3霊装、この3回でどれもいいのが出なかったら10連やっちゃおうかな。まだ石はある。あ、普通に触っちゃったまあね、触ってカットしたってことは大したもんが出てない、かつ持ってるものが出たってことだから。バーサーカー星さん、清姫違うか。清姫はもういらないんだ清姫ガチャで散々出たからな。何を狙おうかな。狙ったところで何が出るってわけでもないけども、そのアルテラって人欲しいな
惜しいなーで出るもんでもねえぞ。ハロウィンゆえで茨銀にお菓子をチョコレートをあげる役目のロビンフット。ジジイ、左向いてるおじいちゃんが欲しかったな。カレードスコープだっけ。しまったな、もう4が冷蔵で出てしまったぞ。2つ目、いや、この星4冷蔵2つは自力で出した。これがね、本番。出たー出たー、アルテラー、やったー。星5、これで3体目かな。イリアと、ジャックと、これで3人目。ジャックは何の時にゲットしたんだっけかな。なんかね、ポロッと出た。ジャック・ザ・リッパー。さてさて、もう1枚ぐらい星5出てもいいんだぞ。まあ出やすくなってるあたりが出てるのかな。まだあるか。これでおしまいか。いやー、十分でしょう。よかった、まともなのが出たぜ。我が名はアルテラ、フンヌの据えたる軍神の戦士だ。フンヌフンヌ何これ、ヒンナヒンナみたいな言い方をするなど。よし。で、期間限定のイベントもあるんでしょう。カルデアのとこにあるんだろうね。これか。エクステラ発売記念イベント。霊装のやつもやっとかないとな。あ、これ上のやつだね。あ、AP5 消費で済むし。よかった。このさ、普通のさ、クエストみたいにさ、AP40 消費して何回かクリアしないといけないってやつかと思ったけども、そういうわけじゃないと。よかった。じゃあこの辺りで何が出るんだろう敵何が出るか調べてなかったけども、もうバーサーカー連れて、あ、しまった。霊装もハロウィン仕様のままだけども、ナメプでいきます。 AP 消費5だから多分大したことないでしょと思いたい。でもな5とか10消費で辛いイベントのハロウィンのやつもあったし。これはフレンドじゃないや、ストーリーもしっかりあるのかな、もしかして。それともただ単にボスっていうか戦いがあるだけか。どうかな、どうかな。フォーさん、走って、走れ走れ走れ。フォー、よし。おお、 BGM かっけえな。これがエクステラのやつなのかな。ガウェイン、ネロ、そしてレミアではなく、ちゃんと無名。終わらせよ、迅速にな。でバトル3まであるからな、油断はできない。てか弱敵HP 見て久々にこんな見たよ。了解、任せて。ガウェインをちょろんで、ネロ HP 高いけども、空風林のバスターで、はい、ちょろん。問いに答えられなかった、許せ。しないで。でもこの楽なクエストは期待通りだったというか音楽かっこいいっすね。バード2、カルナ、エリザベート、タマモ。なんかエリザベートのまた新しいクラスがいるらしいね。あれはエクステラのやつなのかな。ちょっとだけ上げてみる。ああ、オッケー。うん、これで十分でしょう、うん、これもまたカット。覚えてなさい。いったい。まあ、ここでね、もうお家に帰ります。3人目がクソ強いなんてことはないでしょう。あ、いや、クソ強いボス現れちゃいましたね。アプリが落ちるっていう。ああ、え、了解。いつになったらこれは治るんですかねと。いいんだか。もう FGO プレイヤーは慣れたもんだから、慣れちゃってるんだけど、慣れちゃいけない。普通にプレイしてていきなりね、
アプリが強制的に落ちるなんてのはあってはならないことだからね。それをね、容認しちゃいけない。さあボスバトル、ジャンヌ、アルテラ、ギルガメッシュ。キャー怖い。HP 見ると全然怖くないけど。次はない。ちょっと遊びで。あ、効かないか。はい、任せて。はい、あ、間違えた。アルテラ触ったままだったから。いや、ジャンヌ、私の剣でもイリアでやってもらって、クーフーリンでアルテラやっつけてっていう、でギルガメッシュもあと誰かにやってもらってっていうこと考えたけど、弱ー。二桁ダメージとか始めた頃のみたいな。きっとこれはあれでしょう、もうエクステラ発売記念だから、今 FGO 始めてこのクエストをやってほしいとか、ここで手に入るものをゲットしてほしいっていう、そういう配慮でしょう。だから今回は本当ボーナスクエスト、さらにモニュメントまで。で、何か手に入る？シーシャコーンと石あたり手に入るかな。これか、フェイトエクステラ概念霊装、記念霊装って言いそうになった。記念品みたいなもんだからね。あら、もう80。すごいね。よくかけとこうか。こっち、自身のクリティカル威力を15アップ、毎ターンスターン3個獲得。閉じろをしたいのに大きくしちゃうのはよくあること。ここもやっとくか。茨城銀で、茨城銀は本当役に立ったな、というかいつでも役に立ってるけど、金のズダ袋とか、門のところの悪魔球とかもあってたな。悪魔球だけかな。一番最後の魔王球はね、たまに事故りそうになるから、その一個手前あたりで無難にやってた。効率を言えばね、もっと頑張った方が良かったんだけど。そしてここはバトルが2つ。さあ、ライトを当てなさい。あら、素敵な都市。これはエクストラに出てくる場所なのかな。水球よな。ふと、とあるに出てくる学園都市を思い出したよ。あ、こういう感じか。間違えた。3つ目をエリちゃんにしたかったんだが、しないで。こうやっていっぱい出てくるタイプね。これはエクステラに出てくる雑魚的なのかな。NP ためとかはもう考えず、どんどん殲滅だけをしていく。よし、これで打ち止めだね。水球よな。え、ドーン。これで楽に倒せるのが不思議だぜ。あら、一体しかいない。ほい、もうカード選びも適当。音楽もかっけえな、ラテン調の。ダメかと思ったよ。やっぱこれもサービスクエストですね。結構頑張ったし、褒めてくれるかな。歯車が2つ手に入った。月の海の記憶ヘッド、ちょっと着てみよう。マイルームで、今日の4時、あと3時間半後に交換用のアイテムが手に入ると。マスタープロフからだっけ。ここじゃない。ここ前も間違えた気がするな。マスターのここを触れば、お、できた。フリックフリックフリック。単体の圧性能アップ、クリティカルスタートアップ、パニシメント、強化無効状態、1回オフよ。
まあやっぱ大したことないって感じか。ただ可愛い。じゃあしばらく今までと同じようにメガネにしてよ。ってなあたりでエクステラの記念のやつをちょっとやりました。本当アルテラが出てもう値千金でしょう。よし。ただ種火が足りないので今イベントがないうちにどんどんクエスト回ってあのカルデラの方種火を集めなきゃ。ストーリーもそのうちね3章クリアしてないと入れないイベントとかもありそうだからそっちも進めておかないとな。ってなあたりでまた次回お会いしましょう。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。Thank you.